よろしいですか。樋口理事長、恐縮です。今日は GLPT の理事長としてお越しをいただいたんですが、これ、長妻委員の初期の頃の質問にあったんですが、私どうも答弁が理解できないんですね。GLPT は厚生労働省から運営費をはじめ、あるいは事業費もはじめ、多額のお金をいただいていると。そういうところの理事長が、今回の特別監査委員会の委員長を務めるのは、公平性を欠くんではないかという指摘がありました。GLPT の理事長として、公正を欠くとは思いませんか。理事長、OK ですか。大丈夫です。独立行政法人労働政策研究研修機構、樋口理事長。長妻先生の時にもお答えしたというふうに思っておりますが、私も統計委員会の委員長をかつて務めたことがございます。で、今回の問題を明らかにする上では、やはり統計の専門家の知識、情報といったものが必要であるというふうに考えましたので、お引き受けいたしました。以上でございます。大阪さん。GLPT の理事長として、今回の仕事を引き受けること、GLPT は厚生労働省から運営費やら事業費やらをもらっている、そういう立場の理事長が、今回のこの仕事を引き受けることは、公平性、中立性を欠く、そういうお気持ちはございませんか？私、そう聞いてるんです。なぜ引き受けたかって聞いてるんじゃなくて、中立性を阻害するのではないですかって聞いてるんです。樋口理事長。はい、今日はGLPT の理事長として、承知されているというふうに認識しております。したがって、ただいまのご質問に対して、お答えすることは差し控えたいというふうに思います。大阪さん。私は GLPT の理事長として、中立性を阻害するのではないかって聞いてるんですよ。なぜそれに答えられないんですか。委員長、今のは答弁おかしいと思いますよ。再度答弁させてください。これは委員会の申し合わせと違いますよ。では今一度樋口理事長、大阪委員の質問に対してご答弁お願いします。樋口理事長。私の方は、これを引き受けるかどうかというような意思決定をしたものでございまして、むしろ、依頼したものに対してがどう考えていたのかということについてお確かめいただいた方がよろしいんではないかというふうに思います。大阪さんの質問時間は終了。